皆さんこんにちは、こじこじです。今回は秋葉原のショップで購入したジャンクのスマートフォン紹介していきます。今回購入したスマートフォンがこちらです。秋葉原のイオシスで購入しました。価格は3500円でした。水没液晶割れありということです。ちょっとねシールに隠れて見えないんですけども、こちらギャラクシー S4 です。こちらにサムスンのロゴ、型番 SC-04E と記述があります。それでは気になっている方たくさんいらっしゃると思うので、まず液晶割れから見ていきたいと思います。はい、それではオープン。こんな感じです。はい、こんな感じです。特別液晶自体に細かい傷がついていたりはしませんで、液晶割れてどこって話なんですけども、ちょっと画面上じゃ分かりにくいかな。この角っこを落としてへこんでしまった感じが液晶割れですね。ここ若干へこんでいます。ただ液晶部分にかかっていないので、あまりね使用にはね問題ないかと思います。ジャンクということでそれなりの使用感があります。この辺の塗装剥げだったり、こちらのね塗装剥げがすごく目立つ箇所なんじゃないかと思います。それ以外はそんなに汚い箇所はありません。水没反応に関してなんですけども、スマートフォン自体にね水没のシールとかあったりするわけじゃなくて、電池パックのねこちらですね、赤くなっているので水没したのかな、それとも手汗でねたまに赤くなっちゃう場合もあるので、まあ、そういう感じで赤くなったのかなという感じはあります。これ以外に水没したというね感じは見受けられませんでした。それでは電源入れて通電確認していきます。電源オン、はい、来ましたね。 NTT ドコモ Android ということで、はい、サムスンのロゴが色鮮やかにね表示されました。電源入れてから起動までちょっと長いかなって感じもするんですけども、はい、画面自体ね非常に綺麗だと思います。特に特にね問題ある点ないように感じられます。はい、ちゃんと画面も移動できます。滑らかにね、はい、画面動いてるんじゃないかと思います。今回まず CPU-Z でねどんな性能なのか見ていきたいと思います。性能に関してなんですけども、クアルコムのスナップドラゴン600シリーズ搭載、モデル名では APQ8064T、 コア数は4コア、クワッドコアになっています。 GPU もクアルコムのアドレノ320が入っているようです。デバイス情報を見ていきます。モデル名はもちろんサムスンのギャラクシーです。ブランド名もサムスンです。トータルのメモリー量、ラムは2ギガですね。すでに半分以上のラムを使用しています。内蔵メモリーに関してなんですけども、公式では32ギガということだったんですけども、こちらで見る限りでは24ギガ近くしか見えません。なので32ギガのうち8ギガ近くなんか OS とかソフトが入っているんじゃないかと思われます。 Android のバージョンが 5.01 ということで、4年前に発売されたモデルなんですけども、今でもね使えるような性能を秘めてるんじゃないかと思います。であまり関係ないんですけども、バッテリーについては状態がグッド、まあレベルは今の充電容量なので、まあ、見る必要はないんですけども、とりあえず温度とかには問題ないですね。でバッテリー容量が 2600mAh ということで、 iPhone などに比べて若干ねバッテリー容量大きめのように思われます。今回はこちらの Galaxy S4 のベンチマーク測っていきたいと思います。ベンチマーク測るの初めてで、今回こちらのねアンチュチュっていうのかな、こちらのベンチマークソフト使ってベンチマーク測っていきたいと思います。アンチュチュで合ってるのかな、まあいいや、クリック。あ、一回テストしたのでもう結果出ちゃいましたね。でもまあ一応再テストしたいと思います。再テスト、どこにしようかな、こんな感じで、はい、このような感じのねベンチマーク診断ソフトです。少しね 3D シーンでカクつくところがあるように思われます。
まあでもそんなに読み込みするとき書くつくだけで全く使えないって感じではありません。フォーカスボケちゃったな。ベンチマークは2種類あって、こんな感じの中華風なのかな、和風なのかな、わからないんですけど、こんな感じのもあります。あー、中華風だね、ちょっと中華風だね。でもなんか音楽は和風です。 3D のパフォーマンステストが終わったので、今ラムのねパフォーマンステストに移っています。こんな感じで CPU と続いていく形です。はい、ということでね、テストの方終わりました。テストの結果なんですけども、総合的な指標としましては 41,694 点ということでね、はい、それなりのスコアだと思われます。 3D に関しては 5,077 ということでした。それではこちらのサイトを使ってアンチュチュのベンチマーク結果で現行機種と比較していきたいと思います。こちらがアンチュチュの総合スコア、こちらが 3D スコアになっています。今の機種分かりやすいので言うと、ここら辺か、ソニーのエクスペディア XZ プレミアム、はい、17万と7万ということでね、もう最新機種と比べたら全然比べ物になりませんね。この4年間でもう性能的には4倍ぐらい、 3D グラフィック性能に至ってはもう10倍以上になっている感じですね。なのでちょっと総としまして低い順で見ていきます。はい、低い順、一番近いモデルはどれなのかなということなんですけども、でサムスンの出している格安 SIM フリー端末 Galaxy J7 プレミア、2017年発売ということなんですけども、スコア的にはね Galaxy S4 よりちょっとねスペック強いんですけども、近い感覚でね使えるんじゃないかと思います。でこのあたり現行のね格安スマホだと思うんですよ。僕フリーテルのプリオリ 3S 使ってるんですけども、4なのでこのあたり現行の格安スマホだと思うんですけども、現行の格安スマホと比べるとサムスンの Galaxy S4 かなり性能高めです。なので4年前の機種なんですけども、今でも使おうと思えばねそれなりに使える機種なんじゃないかと思います。ということで、今回は秋葉原のショップで購入しましたジャンクのスマートフォン、サムスン Galaxy S4 紹介レビューしてきました。こちらジャンクということで液晶割れあり水没ありということだったんですけども、液晶割れは本当にね角っこがへこんでるだけで、画面にひびが入ってるとかってわけじゃないので本当にあまり気になりませんでした。本当に新品とか欲しい人はまあ多分ジャンクなんて買わないと思うんですけども、まあこの程度のねジャンクならば許されるんじゃないかと僕個人的には思います。あと水没ありということだったんですけども、バッテリーパックのね角っこにある水没反応マークでしか水没がね見られない、全然水没したような感じもなくて、水没に関してはなんかこうね湿った手でスマートフォン使ってると電池パックにまでなんか湿り気がいってなんか水没マークついちゃうとかあるので、そんな感じで水没マークついてるのかなというふうに思いました。で動画の最後でもお話ししたんですけども、現行発売されている格安スマホに比べてもこちらのサムスンの Galaxy S4 性能的にはね上なので、今でもねまだまだ使えるスマホなんじゃないかと思います。まあサムスンのギャラクシーというとね、ちょっと前に爆発事件とかあったので、ちょっと僕もねどうかなと思ってたんですけども、ギャラクシー S4 を使ってみて画面は綺麗だし、スペックもそれなりに、もう4年前の機種なのにスペックもそれなりにいいので、非常に個人的にはあこんなにいいんだということでね少しね見直しました。今回こちらのスマホを買ったのには理由がありまして、 Android 5以上のねスマホがどうしても必要となりまして、こちらのねスマホジャンクで購入してきました。次回はこちらのねジャンクのスマホを使ってね遊んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。